8月初めてのね、なんだっけ、月曜シャンソンコンサート、やだもう青い部屋月曜シャンソン、青い部屋月曜シャンソンコンサート、本当にまた今回もですね、本当にたくさんの、シャンソンファンの方がね、本当にもう皆さん来ていただいてありがとうございました。どうもありがとうございます。本当に感謝してます。そしてですね、8月はなんと次回8月15日ああ、終戦記念。もうあんた言うこといっぱいあるんじゃないの。いっぱいありすぎてダメ、もうだからいらしてちょうだい。そう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 、そしたらもうとても、ね、本当にもういっぱい、うん、あの役に立つ、とてもこの、ね、中だけじゃね伝えきれないいろんな思いをね歌に乗せたりね、ことトークにしたりして、動画はまずそこは伝えますよ、戦争経験者。そうね、もうあんた竹槍持っていろいろやってたんでしょ、こうやって。そうや、当たり前ですよ、ね、飛行機竹槍持って落とそうとしてたんでしょ。そうや、飛行機竹槍持ってとんでもない時代でございますよ。でもそういうこといっぱいありました。そういうねお話をですね、聞きにですね、そして僕に会いに皆様来てください。次回は8月15日です。よろしく待ってます。トムラーマソコでした。